阪神、ヤンキースの人気を超えてしまう。すごすぎやろ。ヤンキースのキャップより阪神のキャップかぶろう。ドジャースは箱広いんか。ドジャースすごい。プロスポーツの年間観客動員数ってそのままこれが世界ランキングだよね。これは素直にすごい。ドジャースって水増しやろ。球場のキャパで決まる意味のないランキング。阪神も4万5000とかもう入らないし。バスケとアメフトがあるのにこれだけ集客できてるメジャーすげえな。甲子園のキャパがもっと大きかったら1位も狙えそうやな。巨人って昔毎日5万5000人入ってたよな。そもそも東京ドームってそんな入らなくね。5万6000人やぞ。甲子園が交渉5万5000人だから対抗して1000人超え。ただの交渉でどちらももともとそんなに入らない。甲子園は昔5万8000人やったな。むしろ阪神より客はいるドジャースって何もんやねん。一回だけ甲子園行ったことあるけど立地が良すぎるんだよな。平日に人集めれる理由もわかる。仕事終わりにちょっと行くかとかもできそう。他だとまず球場に行かなきゃって心理的ハードルがあるんよね。ドジャースだってマックス何人入るの。収容人数は5万6千人。1万人は入ってない。今年はピッチクロック導入や WBC 効果で客入りええらしいからな。ドジャースってそんな多いんか。交流戦の月曜ナイターでも売り切れてたよな。マジで人気がヤバすぎ。その割に選手の年俸が安すぎる。外資が買いたい日本のスポーツチーム1位やで。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。